こんにちは、スイッチマンです。スパロボ MX 芝リプレイ、第30話始めていきます。前回は、アクアが揺れてました。それしか印象に残ってないです。では、妖精からいきます。マシンロボの人たちに戦意高揚をつけときます。ロムはどうしようかな？ちょっと保留しときます。インファイトとかの方がいいかな。あとはコージをダブルスペイザーに乗せ替えます。舞台分けたけど、誰がどっちか忘れちゃいました。それでは始めていきます。それではスタートです。研究所に入られるとまずいとのことなので、ヨウ君の言う通りに守りに徹します。とりあえず研究所で迎撃していくとします。
全然味方増援が来ないんですけど。ってことで、やり直しです。研究所で待機はまずいようです。りょうくんは守りに徹した方がいいのか、とはてなマークをつけてましたね。味方の罠にはめられました。さりげなく、ハヤトが巨大100キロ棒どうにかしないと、と言ってましたのでそっちかな？とりあえず落ち着くとします。よし、いい揺れです。やる気出てきました。今度は研究所で待機せずに攻めます。今のは危なかったぞ。大丈夫大丈夫、まあ見てなさいって。さあ次はこっちの番よ。カットインないじゃん。もうこの武器使わない。カットインがあるのとないのとあるんですね。巨大100キロ棒どうにかと言っても、落とす以外に方法はないですよね。とりあえずアクアで揺らしてみます。あの敵は私に任せて。油断するなよ、アクア。チャージ完了、バレル展開。やれ。了解、これで決めるわ。エルベレイドバスター
やばい、揺れの方に集中しててダメージがどうなったか見てなかった。で、どうすればいいんだっけ。増援を待てばいいのかな。そういや、ハヤトの足がどうのこうのと言ってたな。ほんとはアクアで処理したいとこだけど、強運あるヒーゴでいきます。ガンガン突っ込んでくるけど、増援は間に合うとよね。さっきも全然味方増援込んで、ゲームオーバーになったし。ごにゃん。どうしたらいいんだ。もうそんなに猶予ないですよね。とりあえず邪魔をしときます。
行くぞ、ゲッターシャイン、シャインスパーク。ゲッターを相手にするにはお前じゃ役不足だ。ワンパンかよ。おせえよ。では、殲滅していきます。泣く泣くヒューゴで倒すとします。レベルの低いのを上げていきます。そら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 。こういうワンパン雑魚はありがたいですね。こういうやつをもっと引き連れてきてほしい。気力も上がるので助かります。そこなら当てられる。マサトも弱気から強気に変わってます。もうマサキは出てこないのかな？プロを出撃させるの忘れてました。プロに統率がついてればこんなこともなかっただろうに。そもそもプロに統率ってなんでインパクトの時ついてたんだろう。どっちかというと、暴走してやらかしてるイメージの方が強いけど。ぶった切ってやる。では、ブライトでとどめ。残りはちょっと、HP が多めの敵ばかりですね。
では、敵のターンはスキップします。まずはズリルを偵察。こいつはベガ星では、かなりのイケメンなんでしたっけ？撤退はしないようなので、黒叩きにして15でとどめってことにしとこうかな。もう、一気に雑魚を始末しちゃいます。狙いはバッチリだぜ。面倒光線、おっとアルファーガーイ。そこ、残弾チェック、撃ちます。ゼロエマ、出力全開。あらかた片付きました。あとはズリルを削っていくだけです。思いのほかダメージ出ちゃいました。とどめは次のターンですね。では回復で経験値稼いだら15でとどめです。本当はアクアで行きたい。シャット！
パクアの存在が自分の中でもギンギンに大きくなってきてるのを感じてます。ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。